山根力です。本日はめちゃくちゃ僕の趣味動画なんで、もう本当にゆるく見てください。カードゲームなんてね、もう小学生以来ですよ。遊戯王ぐらいしかやったことなかったんですけど、舞台で共演した先輩に勧められてまんまとハマってしまいました。小学生の時なんて3パック買えたらいい方みたいな、1パックずつ買ってましたよ。こうやって頑張って、こうやって開けて入ってない、開けて入ってない、もう終わりですよ。もう大人になったらこれごと買えちゃうっていう。ワンピースカードのちょっとした LINE グループがあるんですけども、まあ、そこで何が当たったとか、次いつ一緒にやるとか、なんていうんですかね、童心が戻ってきたというか。舞台稽古の休憩中にワンピースの話をしてたんですよ。その先輩がワンピースすごい好きだったので話し込んでたら、先輩が俺ワンピースカード始めてるんだけどみたいな、山根くんもやらないみたいな、なんかすごい軽い気持ちで、あ、じゃあ、全然いいですよ、みたいな。軽い気持ちでね、その舞台の稽古帰りに、スターターデッキが500円ぐらいで売ってて、まあ、それを買いに行ったのが、最後ですよね、もう。それを買いに行ってからが、もう、僕の頭の中はワンピースカードで、埋め尽くされてしまいました。なんか夜寝る前にも、一人でシミュレーションしてみようかな、みたいな。ちょっとデッキを組み直してみようかなとか、考えちゃうんですよね。しかもその考えるのがすごい楽しくて。手出してしまったなって思ってます。やばいね、沼は深いです。ちょっと仕事とかで外出て、仕事が早く終わったりとか、ちょっと合間があったら近くのカードゲーム屋さんちょっと覗いてみようかなとか、今までだったら絶対しないムーブをしているわけですよ。しかもちょっと僕、このワンピースカードを始めたのがまあ1ヶ月ぐらいなんですよ。まだカードゲーム屋さんとかも小学生以来行ってなかったから、もうめちゃめちゃ緊張するわけですよ。カードゲーム屋さん入るのに。どのお店にも猛者っているじゃないですか。いや、お洋服屋さんにもすごいおしゃれな、よく通い詰めてる猛者がいるしみたいな。ご飯屋さんでもそうですよ。グルメな方いっぱいいらっしゃいますしとか。カードゲーム屋さんって僕未知すぎて、まあ、そもそもゲームはあんまりやらないから、ゲームに精通してた、した人たちってどういう方々なんだろうみたいな。緊張しながらパッて入ったら、まあ男の人がね、たくさんいらっしゃって、ケースにさ、カードが一枚一枚売ってたりするケースがあるじゃない。一人で初めて行った時はその単体のカードが欲しかったのね。そのケースの中に入ってる、あ、欲しいのがあって、あ、これ欲しいな、でもこれ店員さんに言いに行けばいいのかなみたいな、それともこれ自分で開けれるのかなみたいな、まあ、鍵ついてるから自分で開けられるわけないんだけど、今となってはね。ここうろうろしてたのさ。そしたらさ、なんかその猛者っぽい人たちがさ入ってきてさ、その僕のこの後ろの方でそのカード談義みたいなのが始まったのよ。まあ言うたらワンピースカードのところが一つしかなかったからね。で、僕こう真正面で欲しいカードをどうすればいいのかなみたいな、店員さんに言えばいいのかなって、なんかうろうろしてるわけ。気まずすぎてどうしようみたいな、独特の圧があるんですよ。僕も堂々となんか店員さんにこのカード欲しいですみたいなの言えばよかったんだろうけど、何せ初めてなもので、まあ、結局猛者たちが集まってきてるから、まあ、一回ちょっと遊戯王とかポケモンカードとかもう全然興味ないんですけど、そっちの方こう興味ありげにこう映って、横目で猛者たちがこう機会を伺ってましたね。で、それで猛者たちがそのなんか店員さんにそのこのカード欲しいですって言ってたのを見て、ありがとうみたいな、店員さんに言えばよかったんだねっていうのを一つ学んで、店員さんにすいません、あれくださいって言いに行きましたね。それが初めてでした。もうでも今となってはね、もう堂々とあれください、あれのあれくださいって言えちゃいますから。いや、まあそれが普通ですけどね。何をビビってるんだって話ですよね。でも何をやるにも新しく始めることは勇気がいりますよね。すごいいい風にまとめた感じになっちゃったけど、全部開け終わりました。
こうやってやった方がいいのか。こうかな。いきます。お、キラキラ出ちゃうとちょっと反応しちゃうよね。お、金ヤモンド。おお、おおおお、また金ヤモンド。これはなんか良さげだな。これは良さげだな。きっと。おお、おお。これもまたちょっと良さげなのか。わからないぞ。やばい、もう終わっちゃう。もう終わっちゃうよ。終わった。だあ。結果、金右衛門しか当たんなかった。いや嬉しいけどね。いや嬉しいんだけど、いやーなんかごめん。全然シャンクスとか欲しかったよね。でも僕ね、なんか物欲センサーが働きすぎる性質を持ってまして、これめっちゃ欲しいって思うと絶対に当たらないんですよね。結果はおそらく良くはないんでしょう。まあでもね、めげずにたくさん買っていきたいと思います。皆さん当たりますようにと応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。